今日は京急大津の、小川丸の貸しボート、手漕ぎボートで、今、白みそを狙ってきたんですが、どうも根がかりが多いなと思ったら、カサゴがダブルで、これ、つがいなのか親子なのかわかんないですけど、美味しそうなカサゴが釣れました。今、白みそをやっと釣れました。結構硬いですね。水深20メーター以上ですね。もっと浅いところで食うのかなと思ったら、やっぱり東京湾もちょっと相模湾となんか生息する水深が違うようですね。両型でした。流し釣りをするとですね、結構当たりが増えますね。アンカーを入れてしまうと非常に当たりが少ない状態です。もうちょっと頑張ります。シルビスでした。ちょっと肩小さいですけど、また来ました。砂地帯のところに入る、流し釣りだと結構当たりになって釣れる確率高いです。ただいま風がちょっと出てきたので、あの場所を変えてアンカーを入れました。アンカーがほとんどないという、当たりはなかったんですけど、巻いてみたらかかってましたというシーンです。当たりがないとちょっと寂しいですね。もうちょっと頑張ります。ただいま午後1時15分ですね。風向きが変わりました。潮も下げ潮というか干潮から上げ潮、あともう少ししたら、もう気上がりしようかなっていうか、ほとんど当たりがない状態が続いてますので、餌はあるんですが、もう少ししたら気上がりするので、そこに来て、当たりが少ないですし、来てからは白いスイピッツか2匹か、そんなもんだと思いました。やはり午前中早いうちの流し釣りが終わってですね、ここはですね、PC デコとか、洋服の青山の看板見えますね。あとは山田電機とか、釣り具のポイントなんかが見えますね。そういう水深ここはね18メーターぐらいでした。もうしばらくしたら、起き上がりします。